皆さんこんにちは、山田幸子です。今回描くお花のシンプルイラストはダリアです。大輪の花が見事な豪華なお花ですよね。品種がたくさんあって、中には小ぶりな花のダリアもあるそうです。開花時期は6月から11月にかけてと長いのですが、夏よりも秋に見頃を迎えやすいそうです。私のチャンネルではお花のシンプルイラストのほか、水彩画の描き方など絵を描くことに関する動画をいろいろとアップしています。もしよろしかったらチャンネル登録して他の動画もお楽しみください。まずは基本のダリアのイラストの描き方をご紹介します。まず中心の丸つぼみの部分を描きます。そしたらこの中心から6枚ほど花びらを描きます。あんまりね、細かい形にはこだわらなくて大丈夫です。気楽にお絵描きしてみてください。そしたら次にこの花びらと花びらの間に新しく花びらを描きます。あとは繰り返しです。新しく描いた花びらと花びらの間に描き足していくという感じです。こうすると外側に行けば行くほど花びらが大きくなっていきます。この花びらを描き足すのを何回か繰り返したら出来上がりです。当然描き足せば描き足すほど巨大化していきます。中心から描いていって大きさを調節できるのでいいですね。これが一番簡単な描き方になります。これはペンで描いていて、コピックマルチライナーというペンを使用しています。色はブラック、太さは 0.3 ミリです。このコピックはこんな風にセットで売っていて、他にも3本違う太さのペンが入っています。色を塗るとき水彩絵の具で塗っているのですが、絵の具がにじむこともなくすごく描きやすいのでおすすめです。ちょっとアレンジしたもう一つの描き方をご紹介します。次は丸い中心を描くのは変わらないのですが、この中心に線を入れてみましょう。閉じている花びらのイメージです。そこから先ほどと同じように花びらを描きます。そして間からまた花びらを描き足していきます。あとはダリアの花をいくつか寄せ集めてフレームみたいにすると、メッセージカードを送る時とかにすごく映えると思います。はい、こんな感じでちょっと色をつけてみたんですけれども、これは水彩絵の具です。
アンゴラウォーターカラーズって書いてありますね。ドイツの水彩絵の具ですかね。これはアマゾンで買いました。でそして使っている筆がホルベインのブラックリセーブルの筆です。8号っていう大きさの筆なんですけれども、これ筆の先がシュッと尖っていて、こういう葉っぱの先とか細かいところもすごく塗りやすいです。でこの最初のところで描いたお花以外にも葉っぱとつぼみを描きました。ダリアの葉っぱは、まあ、いろんな形があるんですけれども、ちょっと縁をギザギザっとさせて、3回くらいギザギザさせたら先を大きくシュッと尖らせるっていう描き方をしてます。これもうちょっと細かく描きたいんだったら葉脈も描いてみるとより葉っぱっぽくなります。それからつぼみ、これもシンプルに描いていて、丸く膨らみを描いて、で先の方から少し花びらが出ているっていう描き方です。場合によっては下の方にこうやって葉っぱをつけてみたりとか、もうちょっと開いてるつぼみは花の膨らみを大きくしてみたりって書いています。白黒の状態だと何のこっちゃってなる時もあるんですけれども、色を塗ると一気に華やかになりますので、ぜひペンや鉛筆で描くだけではなくて色もつけてみてください。こんな風にダリアをいくつか寄せ集めて描いて、で葉っぱやつぼみを間から覗かせてっていう風にフレームっぽく描いてあげると一気に華やかになります。四角い枠じゃなくてこんな風にモコモコっとした枠で囲ってみても可愛いですね。今回描いたダリア、ピンク、イエロー、オレンジ、レッドの4色なのですが、他にも白や黒、紫っぽい色のダリアもあります。たくさんの色や品種がありますので、いろんなダリアを描いて楽しんでいただけましたら幸いです。こういうちょっとしたシンプルイラストが描けると、メッセージカードも簡単に作ることができます。今回の動画良かったなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。